ジンデルスドルフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン地方のバイルハイムジョーンがうくに位置する町で、ハーバッハ行政共同体を構成する自治体の一つ。ジンデルスドルフは、高地に位置している。南東部のジンデル川湿原には、フィヒト交有している。この町は、公式には5つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 今日のオーバーバイエルンのジンベルスドルフは、バイエルン選定校の下に、ベネディクト・ボイエルン修道院に属していた。1818 18年に、現在のような行政区が設置された。この地域の人口は、1970年には681人、1987年には783人、2000年には1011人を、数え、2007年9月には総人口1144人に、 なっている。町長は、無所属のアンドレアス・オーバーマヤーである。2018年の町の税収入は124万6千ユーロ。このうち営業税収入は18万9千ユーロであった。2018年には、114人の社会保険支払い義務のある就労者が働いていた。この町に住む社会保険支払い義務のある就労者は548人であった。 また2016年には29件の農家があった。農地面積は805ヘクタールで、そのうち工作地は101ヘクタールで、705ヘクタールが牧草地などの緑地であった。幼稚園が1園あり、定員60人に対してに47人の園児が在籍している。青木市の芸術家、フランツ・マルクは一時期、ジンデルスドルフに住んでいた。カンディンスキーは、 この地で青騎士の名が生まれたことを後に彼の回想録の中で語っている。ありがとうございます。